AI が進化する鍵は脳を模倣したニューラルネットワークを作ったように今度はですね身体感覚を模倣するためには内臓をどうやって模倣できるかってことにあるんじゃないかなと思ってるんですね。 脳の仕組みっていうのはデジタルに置き換えることができたことによってニューラルネットワークができて、ふかつくとか腹が立つとかですね、腹たがにくり返るとかですね、肝が座ってるとかですね、どぎもを抜くとかですね、血が騒ぐとか胸が痛むとか頭に来るとか、腑に落ちるって言葉あると思うんですけど、そのような 日本語の中に内臓を使って表現している言葉があるということは内臓に感情があるということを意味しているんですねで。臓器移植をすると性格が変わるということがよくあるそうなんですね。で臓器を移植するとですね、毎日かって人の記憶が中に入ってたりすることもあるそうなんですね。まあ、こういうことから考えてもですね、この内臓をどうやって模倣するかっていうことが次の課題かなと思っています。えー、期待したいですね。